スーパーの店頭にお米がずらりと並んでいますが、値段は高止まりが続いています。全国で深刻な問題となった米不足。札幌市豊平区のこちらのスーパーでは、先月開店から30分後に店頭からすべての米がなくなっていました。現在は店頭から商品がなくなることはないといいますが、米の価格高騰は続いています。去年の10キロの価格で今年は5キロしか買えないというような状況に今なっているのが現状ですから。こちらのスーパーでは新米が5キロで3000円から3500円で売られていますが、去年の倍の価格になっているといいます。原因は仕入れ値の上昇。価格の高騰に買い求める人も悲鳴を上げています。あまりにもちょっと高すぎて、どうしたらこんなに高いのかなと思うぐらい。この値段帯はしばらくこれ続きますし、今後これからこのお米のね、動き方っていうのはちょっと注目してみていかなきゃいけないなと思います。米の価格高騰の影響はこんなところにも。いや、もうギリ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 いっぱいいっぱいっていうところですね。道産米 100% にこだわったせんべいが人気のこちらの店舗。1キロあたりの米の仕入れ価格は先月が400円でしたが、今月は580円と4割以上値上がりしています。帝国データバンクによりますと、米不足と材料価格の高騰により今年米菓メーカーが倒産・休廃業した件数は1月から9月までの間にすでに11件と過去10年間で最多となっています。びっくりするようなお値段ですよね。企業努力でなんとか上げないで今まで来てますけれども、この状況がちょっと続くようであれば少しそこも検討しなきゃいけないっていうところでございますね。米不足の次は価格の高騰。高止まりの状態はまだしばらく続くと見られます。